悲劇のミューズを演じる、サラ・シドンズ、ジョシュア・レノルズが、サラ・シドンズ、1755年7月5日から1831年6月8日は、イギリスの俳優、18世紀を代表する悲劇俳優として有名である、ウィリアム・シェイクスピアの悲劇、マクベスに登場するマクベス夫人のキャラクターを自ら、考案したことで知られる、ウェールズ・ブレックのクシャーノブレコンで、 家族中心の旅回り演劇一座のマネージャー、ロジャー・ケンブル、サラ・ボード夫妻の長女として誕生した。はじめ、サラは、レディー・グレート・ヘッドのメイドとして働いていたが、1773年に18歳で、俳優のウィリアム・シドンズと結婚した。彼女の家庭生活は、恵まれていたとは言い難い。七子を設け、成人したのは5人だった。夫ウィリアムとの結婚は、 次第に不自然なものとなって離婚はしないものの別居を最後まで通した演劇は当時の女性にとって唯一尊敬を受けられる専門職業で、初めは彼女の両親は娘の選択に否定的であった。1774年、サラはトーマス・オットウェイの劇ベニス・プレザーブドでベルビデラ役を演じて最初の成功を収めた。これがきっかけで劇作家、 劇場マネージャーのデイビッド・ギャリックの興味を引き、彼女はトーマス・ローのフェア・ペニテントのキャリスタ役に抜擢された。彼女がドルリー・レーン劇場と契約したのはこの時からである。周囲の評価は厳しく、皿もまだ経験が浅かったため、ベニスの商人の放射役での初舞台では、周囲の受けが良くなく、ギャリックから出演を要請しないという短い通告を受け取った。 彼女は自身でこう言った。1777年、サラは地方へ巡業へ出かけた。次の6年間、彼女は旅回り一座で働き続けた。たちまち彼女の評判が立ち、次にドルリー連劇場へ出演したのは1782年10月10日だった。トーマス・サザーンの劇、イザベラ、または、運命の結婚で、ギャリックの抜擢により、 主役イザベラ役を演じ、すぐにセンセーションを巻き起こした。王立劇場でユーフレーシア役を演じるサラ、1782年サラを最も有名にした役はマクベス夫人役である。マクベス夫人の殺人さえ厭わぬ、牽制欲を表現した。サラの感情の壮大さは観客を虜にした。マクベス夫人において、サラは自身の演技力にとって史上で、 最高の見識を発揮したのである。彼女は背が高く目を引く容姿を持ち、輝くばかりに美しく力強く印象的な目、振る舞いの荘厳な気高さが彼女自身をしてその役柄になることを可能にしたのである。マクベス夫人役に続き、オセロのデズデモーナ役、お気に召すままのロザリンド役、ハムレットのオフィーリア役、コリオレイナスのボラムニア役を 次々と演じ、すべて大きな成功を収めた。しかし、王妃キャサリンではサラが発見したマクベス夫人での演技力でもって、ほとんどの場面を演じた。それから12年間、彼女は紛れもなくドルリーレーン劇場の女王だった。彼女の名声は、神話的で不及のものであり、1780年代、半ばのシドンズは、文化的偶像となった。サラは、ロンドン社交界の上流階級や、 文学者らと交わった。彼女は、サミュエル・ジョンソン、エドマンド・バーク、ヘスター・スレール、ウィリアム・ウィンダムらと交際した。1802年、サラは、ドルリー・レーン劇場を離れ、その後に時折ドルリー・レーンと帰港する、コベント・ガーデン劇場に立った。そこで1812年6月29日、演劇史上最も豪勢な引退公演をした。 彼女は最も有名な当たり役マクベス夫人を演じ、監修は無誘病シーンの終わった後に劇が進行するのを許さなかった。すぐに観客席の平戸間から万来の拍手が起こった後、幕が再び開いてサラはマクベス夫人の衣装のままに舞台に座っていた。その後、彼女は情熱のこもった席別のスピーチを残った8分間に観客に対して行った。 サラは公式には1812年に舞台から引退したが、時折特別公演の際に登場した。彼女が最後に舞台に立ったのは、1819年6月9日のダグラス中のランドルフ夫人役であった。サラ・シドンズは1831年、ロンドンで死去した。パディントングリーンにあるセントメアリー墓地に埋葬された。サミュエル・ジョンソンは1784年に描かれた。 女子アレノルズによるサラの肖像画で、彼女が身につけたドレスの縁縫いについて書いている。1950年、ジョーゼフ・エルマン・キー・ウィッツは、彼女の肖像画を見て、映画、イブのすべての,のオープニングシーンに採用した。シーンは、フィクションであるサラ・シドンズ教会での舞踏室で幕を開ける。サラ・シドンズ賞受賞式の光景を描いており、サラ・シドンズを悲劇の女神に見立てた像が映っている。 パーティーのクライマックスシーンで、絵画は大女優役のベティ・デイビスと、新人女優役のマリリン・モンローとの対比を浮き彫りにする。1957年、ベティ・デイビスは、舞台で、サラ・シドンズの肖像画を真似た。イブのすべての公開時、サラ・シドンズ賞は、劇中の、全くの創作であった。しかし、現在アメリカ合衆国で、舞台俳優に与えられる賞として存在する。しかもで、 毎年、サラ・シドンズ教会によって、優れた演技をした俳優に与えられている。ありがとうございます。